お疲れ様です。サービス鍋ですね、はい、まあ美味しいかなと思うしかないです。頑張ります。ザキさんがなんかザキさんがなんか選ばれてたんで頑張ったんだ MVP と、はい、広島に戻ってきてほしかったんですけど、まあ、残念な契約ができないということなんで、延長しないということなんで、とうとう最後の試合になります。まあそれ、まあ、今日決められないようにしっかり頑張って勝ってね。真上まだ今年4試合しか勝ってないんで、しっかり勝って締めたいな。サービス攻めて出場危険ない。そうです。あ、その中にとりあえず勝って終わります。ダメです。じゃあ90分よろしくお願いします。お疲れ様です。うちの悪いところが出てきて5年間の悪いところしか出てないサッカーなんで、後半は5年間のいいところのサッカーを見たいと思います。知ってもなんか、ね、タンパクすごいよ、ね、何回も見慣れたんで、もうね、来年からはこういうことがないようにしっかりやっていきましょうよ。まあ後半のところね、選手しっかり見せてくれると思うんで、このまま終わったらね、本当何も残んないから。でも確かに山形も気持ちは強いのあると思うんですけど、いやそう簡単に負けない。ダメダメ、あんな失点ありえないから。最後しっかり勝って終わらせましょう。頑張りました。そうですか、ね、以上。前半も結構おさむいさった。前半は0点以上。お疲れ様です。まあこんな感じです。週間前できたサッカーができてないんで、できたのにできないのはイライラしますが、いい流れが続かないですね。まあそれがうちの今年の象徴だなと。あ、いや山形の方からもらいました。いただきます。ごといただきます。美味しくいただいております。ケイタ君。まあ最後45分なんで、まあ、さんフットボールがあるさ生活もあと45分なんで、頑張ります、ね、頑張ります。こういう積み重ねが今日が最後になっちゃう。最後、まあ、今年を象徴しとるっちゃ象徴しとるかなと思います。まあ、上で勝って帰りたいのに逆転して気持ちよく、ね、帰りましょう。今いい条件は揃いましたよ。軽い、まあ、勝って帰ります。最後45分、頑張ります。45分しっかり楽しんで、今年最後の45分しっかり楽しんで頑張ります。頑張ります。Oh, God.
お疲れ様でした。良かったです。とりあえず最後3対1で勝って今シーズン7位、昨年と同様7位が確定しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。最後にも言ったんですけど、また来年ね、また新しいサッカーで新しい監督のもと、また始まると思いますんで、俺らはねしっかりサポートすることができないんで、またね作っていきましょう。僕らでね、また新しい監督と一緒に頑張っていきましょう。とりあえず今日は楽しい前半最低な後半最高の逆転勝利、大逆転勝利を見せてくれたんで、また波の激しい今年を象徴してましたね。ミシャがね最後なにわ節でコウタさんを出してくれたんで、そうです、よかったなと思って急いで着替えるコウタさんまあよかったですね、最高にのねお別れができたんじゃないかなと思って ただここは山形っていう、まあ、気をつけて帰りましょう。14時間かけて帰りましょう。はい、お疲れ様でした。また来年もよろしくお願いします。お疲れ様でした。お母さんだけ浮かれてどうです、初めて山形ですか。山形寒いです。あでも勝ててよかったです。はい来年就職です。はい、まあできるだけ頑張ってスタジアムに足を運びたいと思いますので、はい、またスタジアムで会うことがあればまた皆さんよろしくお願いします。1年、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、お疲れでした。1年お疲れです。はい、今日でとりあえず今シーズン終わりました。まあいろいろありましたけど、お前おちょぼ口、おちょぼ口ないよ。何かあったかなと、特になかったかなってシーズンでしたけど、おちょぼ口で、まあこれも来年につながる一歩だと思いますんで、来年またみんなで一回、来年こそはタイトルが取れるようにみんなで頑張っていきましょう。本当にお疲れ様でした。山形寒いです。1年間お疲れ様、はい、お疲れ様、ありがとうございました。またお疲れ様でした。やっと今に過ぎた1年間だと思いますね。最初は調子良かったんですけど、まあ、なかなか最後勝てなかったんで、ですから、まあ、最後にきっちり勝ってたんで、まあ、いい1年だったと、まあ、個人的にもいろいろ大変だった1年でもあるんで、まあ、来年はちょっともちろん社会人なんで、まあ、こういう風にアウェーも南米も来れなくなるかもしれないですけど、まあ、今年はまあいろんなところ行けてよかったですね。まあいい1年でした。じゃあ来年もホーム行けたらアウェーも行けたら頑張りますので、まあ頑張ります。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。